んにちは、ニュージーランドのゆめこです。このチャンネルではニュージーランド在住の日本人の方々にインタビューをしてニュージーランドでの暮らしぶり、ビザまたは永住権のこと、ニュージーランドに住んでいて感じるメリット、デメリットなどを聞いています。ニュージーランドに興味のあるあなた、ニュージーランドの暮らしのことを知りたいあなた、海外移住に興味のあるあなたのために情報をシェアしています。私、ゆめこはニュージーランド在住25年、今現在公立幼稚園の先生をしています。ニュージーランドの幼児教育現場で20年の経験ありです。オークランド工科大学で幼児教育を勉強してニュージーランドの教員免許を保持しています。息子2人はニュージーランド生まれのバイリンガル、2人ともラグビーをしています。また子育てブログも運営しています。それではインタビューに移りたいと思います。インタビューは Zoom で行われています。インタビュー中は Zoom の画面が流れますのでご了承ください。それではインタビューはい、今回のゲストはトニーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トニーさんはニュージーランドに初めて降り立ってから2年半というすごい速いスピードで永住権を取得されました。これから詳しくお話を伺っていきます。まず最初にニュージーランド在住何年になられますか？私自身は、約6年になります。で、実際私、妻と子供2人いるんですけども、はい、妻と子供が、私より半年前に来ています。なので彼らは、6年半ですね。はい、奥様と、お子様2人が6ヶ月先に来られたということですね。はい、ニュージーランドに来られたきっかけっていうのはどういったものになられますか？はい、そうですね、2011年の大震災があったと思うんですけど、はい、その影響で、原発の事故とかあったりして、で、ちょっと放射能の、危険があって、で、特にその子どもへの影響を考えた時に、ちょっと、我々関東圏に住んでたんですけども、もともとその、できればちょっと子どもの影響を考えるともうちょっと遠いところに避難したいよねっていうので、日本の、西の方に移住しようかっていう話も最初に出たんですけれども。もともとそれとは別にその海外にちょっとできれば移住できるといいよねぐらいの話は家族の中で出ていて、それは子どもの教育の面であったりとか、英語を身につけさせたいとかいう面であったりとかっていうところで、その2つが合わさってどうせ移住するんだったら日本よりはもう海外に出ちゃおうかっていう話に盛り上がりまして、それでどこの国がいいかねっていう話になって、英語を話す国の中で、比較的、永住権が取りやすい国、であとはその気候が温暖、日本に似て四季があるとか、温暖な気候だとか、自然が豊かっていったところを考えて、ニュージーランドに決めました。その決められた際、リサーチといいますか、どういったやっぱりインターネットなどで調べられたんでしょうか？そうですね、ネットでももちろん収集しましたし、僕らのその肩を押してくれたのが、ある移住エージェントの会社さんが主催するセミナーですね。そちらに参加して、そこでその肩を押されたというか、そういう感じでした。ニュージーランドに最初に来られた際のビザはどういったものを保持されていましたでしょうか？私が、こちらに来てからまず語学学校に、英語の語学学校に通ったんですけども、なので、まず、スチューデントですね。私自身はスチューデントビザ。妻と子供たちは、最初は、まあ、子供たちは、まあ、もちろんスチューデントビザで、妻がガーディアンという形ですね。私が学生の間は。ああ、そうですか。で、トニーさんは学校にどれぐらい通われたんですか？はい、語学学校に約半年通って、はい、その後、私、もともと日本でIT の、仕事をしてたんですけれども、はい、まあ、ちょっとその関連もあって、IT のまず専門学校に、語学学校の後に、専門学校に、約9ヶ月ぐらいかな、通いました。語学学校が終わられてから行かれた IT の専門学校に入るには特別な資格を要したんでしょうか？はい、こちらでいわゆるレベル7と言われる、はい、レベルの学校がありまして、でそちらが、はい、大学の学士を、持っている人が、通える専門学校ですね。はい、そちらで、まあ、IT のそのレベル7っていうレベルの学校に通いました。で、その、専門学校ではどのようなことを学ばれたんでしょうか？IT の専門学校ということで、はい。はい。で、まあ、IT にもいろいろ幅広い分野があるにはあるんですけれども、はい。まあ、私はその、もともとの IT のバックグラウンドが、どちらかというとその、まあ、IT ってそのプログラミングをやってる人とかいろんなそのジャンルに分けられるんですけども、私はプログラミング自体の経験はほぼなくて、はい、どちらかというと IT のサポートですね。あ、サポート、という分野をバックグラウンドとしてやっていたので、はい、その IT サポートに関連したコースがある学校に通いました。あ、わかりました。で、その間、はい、学校に通われている間はスチューデントビザだったかと思うんですけれども、その学校を終わられてからはどうされましたか？はい、はい、先ほど、少し、お話ししたレベル7の学校を卒業すると、はい、ポストスタディワークビザ、はい、オープンっていう、まあ、いわゆるオープンワークビザ、はい、というビザ、まあ、ワークビザの一種なんですけれども、そちらが1年、卒業すると、1年出るんですね。はい、で、まあ、いわゆるそのビザって就職活動用ビザみたいなふうに呼ばれていて、呼ばれることもあって、その1年間の間に就職活動をして、はい、なんとか会社に入れれば、ワークに普通の、はい、ワークに切り替えられるっていうようなタイプのものですね。あ、そうですか。はい、なので、はい、卒業の後は、就職活動をして、まあ、私の方はなんとか、まあ、運よくといいますか、約3ヶ月4ヶ月ぐらい就職活動を経て、なんとか、現地の会社に就職することができました。すごく早いですね。IT のその経験が、まあ、日本で割と長年経験したとはいえ、はい、ニュージーランドでの経験がやっぱり求められるので、ニュージーランドの国以外での国外での経験ってあんまり考慮に入れられないっていうところも現実としてあるので、まあ、なかなか厳しかったですね。本当にいろんなところにいろんなたくさんの会社に自分の履歴書、はい、まあ、いわゆる CV を送って、はいはい、でその中からその、ね、インタビューに呼ばれるのもごくわずかな中で。何件ぐらい応募されたか覚えてらっしゃいますか？はい、大体3、40件ぐらいは応募したんじゃないかと思います。まあ、正直な話、私が就職したゲットしたポジションっていうのもその、日本語と英語の両方できる求めている、そういった募集だったので、まあ、その面も、かなり大きかったとは思うんですけども、なかなかその純粋に本当になんだろう、全く現地の人と同じ条件でっていう感じだと、結構厳しかったんじゃないかなと思います。よっぽど英語ができる人だったら別なんですけども。そのポジションもやっぱり日本での経験がないと絶対疲れなかったと思いますので、日本での経験がすごく役立っているかと思います。そうですね。日本での IT はどれぐらいの職歴が15年ですね。ああ、やっぱり、すごいですね。その会社に入られてからは、そこの、会社がトニーさんをサポートされてワークビザが出たということでしょうか。そうですね。僕の場合は、もともとオープンワークを持っていたので、まあ、就職してからもそのしばらくはオープンワークビザで働くことができて、でもうすぐに実は永住権申請をしたんですね。すぐされたんですね。就職してから、何ヶ月、3ヶ月後ぐらいかな。早いですね。はい。IT の、経験とか、こちらで IT の職に就いていると、まあ、永住権のいわゆるこうスキルドイミグラントカテゴリー、で、申請した場合に、基本的にはポイントを、のボーダーを、まあ、クリアすることができるので、まあ、あとは英語の試験 IELTS ですよね。IELTS の試験だけポイントだけ足りてなかったので、IELTS 必死こいて勉強して何とかポイントをクリアしてで、まあ就職して3ヶ月後ぐらいに申請をした感じですかね。はい、IELTS は 7.5 ですか？はい、そうです。最終的には 7.5 を取ることができたんですけど、それも結構長い道のりというか、私、本当に永住を決めた2014年の、6月ですか。でその後に、2014年8月に初めての IELTS を受けたんですけど、その受けた時、最初 4.5 でした。こっちに来て、語学学校半年通った後にもう一度2回目を受けたんですけど、で 6.0 を取りました。あ、すごいですね。はい。すごい伸びて。そうですね。で最終的にその永住権申請前に受けた時に、最終的に取った点数が 7.5 ですね。それはご自分で勉強されたんですか？自分でもちろん勉強しましたし、まあ、あとはその語学学校に行ってた時に、最初はそのいわゆる一般英語から入ったんですけども、途中から IELTS コースを取っていたので、それでかなりその IELTS に特化した勉強ができたんで、まあ、それがポイントを押し上げた要因にもなってるのかなと。いや、けどすごいです。なかなか周りの人でも、その IELTS の 7.5 取るのはすごく難しくて、大変に苦戦している方をいっぱい見てきてますので、スニーさんもすごいです。素晴らしい。永住権申請されてからどれぐらいで最終的に取られるまでの道のりを教えていただけますか？永住権申請をしたのが、そうですね、申請をして、降りるまで約半年ですね。半年？私の場合は。で、それも結構早かったんじゃないかなと自分では思ってます。割とスムーズにいった方だと思います。その書類の不備とか等々で追加で書類を求められたりとか、そういったのはあったんですけども、その根本的にここが足りないとか、なんだろう、スキル的にとか経験的に足りないとか、まあ、そういった指摘はなかったというか、もう本当に書類の不備だけですね、指摘があったのは。永住権の申請をされた際は、エージェントさんのヘルプとかは使われたんでしょうか、それともご自分でも全部やられた？ですね、はい、いろいろ考えたんですけど、最終的には自分で全部やりました。あ、自分で全部。はい。なんか結構エージェントさんとかにお願いするとまたお金がかかったりいろいろ大変だっていう話も聞きますけれども、トニーさんはご自分で。そうですね。なんだろう、まあ私の場合はそのまあ恵まれてたところもあって、そのまあ IT っていう分野があって、そのなんだろう、まあスキル部門で永住権を申請するときってその、この専門性で申請みたいなその決められてるんですね。でその枠にがっちりその自分の経験とその今やってる仕事っていうのがはまったので、なんだろう、スムーズにいったって言ったところもあったんじゃないかなと。まあ、あとはそのポイントも永住権に必要なポイントっていうのも十分にあったので。はい、そのポイントはやっぱり日本で大学を出てらっしゃるっていうのと、あと年齢も関係あるんですかね。そうですね、まあ IT の場合ですと、はい、そのまあ、学歴と職歴、はい、大きくかけてその2つなんですけれども、学歴に関しては、まあ、実際のところ私は、まあ、こちらだとその例えば IT で永住権申請するってなった時にそれに関連した、まあ、IT の関連、まあ、情報工学科とかそういった学部を出ていないと、ポイントにプラスされないんですけども、私は自身はその文系だったので、はい、IT とは関係のない、学士を日本で学士を取っていたので、はい、まあそのせいもあって、こちらの、IT の専門学校に通ったっていうのもあります。なので、まあ、私はそもそも IT の専門学校になぜこちらに要は経験が15年もあるのになんで IT の学校に通ったかっていうと、一つはその、ビザですね、ビザのポイントを取るため、なぜなら大学は文系の学部を出ているからで、それが理由としては一つで、もう一つは先ほどお話した、オープンワークビザ、1年の就職活動用のビザを取るため。はい、その2つの理由でわざわざこちらの IT の専門学校に通ったっていうことですね。あ、わかります。じゃあ、はい、例えば、トニーさんが大学で文系ではなくてこの IT 関係の同じ、勉強されていたら学校に通う必要はなかったっていうことで、はい、そうですね。そのビザのポイントという意味では通う必要はないんですけども、オープンワークは出るので、まあ、そのメリットはあるとは思います。じゃあもしこれからそういう IT 関係でこちらに来られて移住を考えてらっしゃる方はそういう道もあるということでよろしいでしょうか。今ちょっとコロナがあってまたいろいろ変わっているかもしれませんけれども、こんなことにまだその IT という職種はニュージーランド内で必要とされている、要は移民を雇ってまでも、人が欲しいという職種なので、はい、まあ基本的に IT の経験がある人は優遇されるんですね、いまだに。なので、まあ、日本で IT の経験がある方は、そういう意味でまあ、アドバンテージがあるというか、はい、まあ、道が開けるっていう部分はあるのかなと思います。すごくいい情報ですね。2021年、はい、今の状況でも IT 関係の方はまだそういう可能性があるということで。そうですね。まあ詳しいことはまたご自分で調べていただけないといけないんですけども。そうですね。はい、少なくとも経験がIT の経験がある人とない人では結構アドバンテージの差があるにはあると思います。まあ IT の分野に関してはですけど、はい、で、まあ、ただ現実問題としては、うん、そのビザのポイントとかそういった面ではクリアできたとしても、実際にその現地の会社に就職するっていうところが一番のハードルなんですね。逆に言うと、現地の会社にさえ就職してしまえば、日本である程度 IT の経験もあってこちらで IT の現地の会社に就職しているのであれば、ほぼ永住権がついてくるはずです。あと私の時は2、3年ぐらい前まではそうだ。そういうことですね。今もあまりそこは変わってないと思います。ただ、就職っていうところのハードルはやっぱりかなり高いので、いくらスキルを持っていても、ニュージーランド国外での経験をあまり考慮されない部分もあったりとか、あとはやっぱり一番のハードルは英語ですね。本当にその現地の人と遜色のないぐらいのコミュニケーション能力が必要になるんで、まあそこはその一番その日本でその IT をやってきた人のにとっても一番のハードルになる部分じゃないかなとは思います。はい、ということで今回は2年半というとても速いスピードでニュージーランドの永住権を取得されたトニーさんにインタビューをさせていただきました。今回の動画ではニュージーランドに移住しようとしたきっかけ、永住権申請までの道のりを詳しくお聞きしました。次の動画ではトニーさんがニュージーランドに実際に住んでみて感じられているメリット、デメリットをお聞きしていきます。ぜひそちらの動画もご覧ください。この動画のまとめをゆめこのブログでもご覧いただけます。概要欄にブログのサイトが貼ってありますので、よろしかったらそちらも覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。